戦略航空軍団は、かつて存在したアメリカ空軍の主要部隊、爆撃機の運用を主任務とした。陸軍航空軍時代の1946年に設立され、1992年に爆撃機部隊は、戦術航空軍団なども含めて、航空戦闘軍団に改編され、その他の部隊も、航空機動軍団などに移管された。 1946年3月21日にアメリカ陸軍航空軍は大規模な組織再編を行った。この時、戦術航空軍団、防空軍団とともに主要軍団として戦略航空軍団が設立された。1947年にアメリカ空軍が独立した際も策は引き継がれている。 1949年から1957年まで戦略航空軍団司令であったカーチスルメイは戦略爆撃能力、核攻撃能力の拡充に努めた。創設時にはすでに核攻撃可能な B-29 爆撃機を保有していたが、1949年には仮想敵国のソ連中ス部攻撃のため、より大型の B-36 の配備を開始し、 さらに B-47、B-52、B-58 などの戦略爆撃機を導入した。これは当時、大型爆撃機からの核爆弾投下しか格、攻撃手段がなかったことも影響している。このほか、長距離飛行のため、大量の空中給油機も保有した。大陸間弾道ミサイルの実用化後は、これも、策の冷下に置かれた。冷戦期には、 各攻撃能力の保持のため、爆撃機の空中待機やミサイルサイロの建設、運用を行っていた。初期の頃は、爆撃機を護衛するための護衛戦闘機も保有していたが、1950年代には、戦闘機はすべて戦術航空軍団に委ね、航空機としては爆撃機のみの運用になった。ただし、戦術航空軍団は戦闘爆撃機を重視していたため、 アメリカ空軍全体として、制空戦闘機を軽視する結果となってしまい、ベトナム戦争において苦い経験となった。朝鮮戦争やベトナム戦争、湾岸戦争にも部隊を派遣し、通常爆弾を用いた戦略爆撃を行っている。1992年に機材の高性能化と戦力の効率的な運用要求により、爆撃機部隊は戦闘機、 攻撃機とともに航空戦闘軍団に再編され、空中給油機部隊は航空機動軍団に移された。大陸間弾道ミサイル部隊は航空戦闘軍団を経て1993年に空軍宇宙軍団へ移管されている。しかし2009年には地球規模攻撃軍団が設立され、第8空軍と第20空軍が移管されている。ありがとうございます。